どうも、こだわりがないので差し入れでもらった服すぐ着ます。キューバンガイレトロです。ありがとうございます。こだわりあるけどね。ないやろお前。はい、すいません。昔はあったやろ。昔はありましたよ。昔服好きやったやろ。服好きやったよ。おしゃれやったんすよ、ほんまに大阪の時は。お前やな、まだおしゃれやったよな、一緒に遊びに連れて行ってくれた時。なんかそうね、中村おしゃれなイメージでしたよ、ずっと俺は。もう2年ぐらい服買ってない、自分で。なんかほんま東京来てヒゲももっと濃くなったし、てかなんかこう、なんやろな、東京来てすぐの時やっぱりこう顔がね、もう落ち込んでた。え、友達おらんか。疲れてた。え、そうです。今は？今はもう輝きをこう取り戻しつつあるよね。ああ、普通にやっぱね、知らん人しかおらん街で過ごすよね。っていうのとやっぱりね、年齢もありますよ。いや、それはあるよ。それ一番。何歳今？25。これ25よ。大人だったな。マジで。それは。あ、こいつ。会った時の話とかしだしたら俺も20とかやからね。そうね。20歳とか。俺も21とか22か。お前が、こっち来たのが2年前か。てか2年前ぐらいの年。東京今来たって感じよね、俺の感覚って言ったら。そうやな。しんどいな。今から新天地は。マジしんどいやろ。しかも新コンビな。むっちゃしんどいやろ、怖いやろ。いやまあ希望もあるやんか。希望は常に抱いてればいるけど、まあ、つきまとうやん。いやーしんどいんやろうね。俺は結構先来て多少慣れてやったから。そうやろ、街。まあ普通に街とか、その道わからんが意外としんどかった俺。あ、そう。うん。道はでも、俺散歩癖あるから。結構すぐに覚えましたね。もうね、さすがにさ。すいません、なんか自慢みたいになって。なってないよ、別に。散歩癖って言ってし、自分。東京の道すぐ覚えました。すいません。そんなことないやろしな。まだ。行ってない街多いっしょ。そうね、行ってない街多いし、全然。銀座とか行ったらさ、銀座ってなんか、今どっちに向かったら、どっちなのかってめっちゃわからんくない、うん、いやー、銀座行かへんからな。そのレベル低い会話なるな。どっち行ったらわからんやつと、行かへんやつと。銀座なんかまあ行かんくない？俺は散歩ルートに含まれてます。家近いからやろ。全然近くないです。あ、そうなの？銀座は全然近くないです。近ないんや。銀座は。そんなんも分かってないわ。遠回りしな、通られへんしね、銀座って。あ、そう。やっぱ散歩って言うからに、大阪の時もそうやったけど、うん、わざわざこう観光地をちょっと遠回りして、辿って行って帰るわけ。あー、なるほどね。観光してるっていう。どっからの帰り道？神保町。から歩くん？神保町から表参道ぐらいと全然平気で歩きますね。はっちゃめちゃやなぁ。すごいね。めっちゃ楽しいですよ。めっちゃ楽しいとかっていう感情なんや。今はちょっとしんどい、正直。寒いし。ああ。とにかく寒いし。あるけど寒い日もあるから。まあね。でも風なかったら余裕。風がいっちゃんきつい。もうこれはもう俺もトラウマやもん、正直。歩くことは別に嫌いとか別に考えたことなかった。うん、こっち東京僕が来て、うん、西新宿5丁目の家を出発して、うん、東京駅まで歩かされた日。京極に。そんな日よと？マジきつかった俺、めっちゃ覚えてるもん。ちょっと散歩しようかっつって、東京駅行くっつって、歩ける距離なんて言ったら、歩けんね全然っつって2時間ぐらい。何が？皇居の周りちょっと行くとか言って、なんかちょいちょい気そらされながら。それもそうやな、ちょっと遠回りしたかも、しかも。そうやろ、うん、この道おもんないとか言って。そうやね。おもろいおもんないあんねやとか、まあ。あんのよ。また先輩からこいつギリ。なんか感覚。教えてあげ、その、優しさよ。いやでも、ほんま優しさやったと思う。でも、2年、あのルートの知識一回も使ってない。歩かんもん。新宿から東京。ほんまに変ですよ。まあ、確かに無理。西新宿5丁目から東京まで歩いていくん、うん、変やわ。変やろ。あの当時の俺は新しい道でワクワクしてたから、ほんまに体感短かった。で、帰りはほんまに、もう失礼も感じながら、頭下げて、丸の内線。中村が俺に気使ってる時期があったなんか考えられへんもんな。いや、余裕で先輩後輩。いや、もう思い出されへんもん。そんな時期のこと。俺全然思い出せる。思い出しすぎた日はジュースとかおごってもらってるし。今でも。あるよな、たまに。後輩モード入れるやつ。あれやめる？嘘、偽りない名してるやろ、あの時。で、そのなんか、悪事働かしてるんじゃないかな、あれ。高まって、頭下げてる。お願いします。まあ、慣れたね。なんやかんや。何の話でこうなったんやっけ。何の話だった？東京。散歩ルート。銀座。散歩ね。銀座。何の話もしてなかった。戻ったけど。今。全部戻ったけど。あれ、そっか。何の話もしてへんのか。服がおしゃれから言った。あ、そうや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 、うん。あ、昔はおしゃれだったもんねっていうやつな。うん。何の話もしてない。えぐいち前の動画とかにも戻ってっても、ずっと何の話も多分してないよ。何の話もしてない。遡っても。だいぶしてない。あー。
もうないな。話し尽くしたかもな。お前と喋ることなんか。いや、今日5本撮りやから。しかも一気に。え、なんかあるかな。誕生日になりました。あ、そっか。お前誕生日近いな、ほんまに。ほんまに誕生日近いですけど、今年の誕生日ほど、マジ何にもない日ないんちゃう ?24。ライブがあんねんけど。あ、そうなん。結構ライブみっちり。あ、そうなんや。4? ハッピーバースデーや。4ステやねんけど。でも、あれやもんね。もう夜とか飯行かれへん、マジで。行かれへんし、差し入れも直接渡されへんし。うん、しゃあね。でも、ほんまに、俺、初めてかもしれん。何を？ほんまにあんま誕生日嬉しくなくなった。27やわ。もうちょっと年取りたくないよな、ほんまに。おい、27か。やべえな、ほんまに。俺が25の時に靴くれたやん、あれ、覚えてる？覚えてる。そん時に言ってたから、それ。お前25か、おっさんやん、やば。みたいな。そっか、俺ももう25やもんな。25はでも全然若いな。全然若いな。全然若いと思う。周りから見るより若いな。まだまだ体は元気やもん。なんか、ちょっと運動したら取り返せるんやろなっていう感覚がある。あ、ほんま。多分これがなくなった時が本物の老いなんやと思う。体？今はそらもういきなり動いたらぜいぜいなるけど、それはただやってなかっただけで。ちょっとみっちりさ、半年運動する期間設けたら、全然学生時代ぐらい動けると思うよ。ほんま。いや、多分そう。いや、わからんけど、それこそさ、草野球やったら、その、ママタルトさんとか、車とかと、うん、ライト守ってて。うん。レフトか。レフト。レフト。レフトオーバーのバーンみたいな。うん。もう草野球やったらもうホームラン、正直。ランニングオーバーになる。ああ、そうなんや。で、なんか中継みたいにもらう、はい。すごい距離。なんでかわかんない。なんか諦めへんけど、バミョーン投げてみたよ。思いっきり。レーザービーム。マジレーザービーム放ってさ、刺してん。いけた。で、俺、その野球やったことなかったから、うん、あ、そらそうかと。レーザービーム投げようとしたことなかったんや。確かに。俺、レーザービームついてたんや。めっちゃパープルの。なんかその、特殊能力でレーザービームってついてるやつ。実践することがなかったから。そうそうそう。出たみたいな。で、みんな、うわーみたいな。できんのかもな、まだ。いや、潜在的には全然まだまだ元気なはずよ。これを学校の頃みたいに体育があったり、部活があったり、をやってたら全然動けるんやと思う。うん、毎日レーザービーム。毎日レーザービーム。体力測定みたいな、体育測定みたいなあったやん。うん。ソフトボール投げっていうのって。もうわからん。もう俺の記憶だけで話させな、これは。うん。すっごい高いネットのフェンスみたいな。ネット。バミョーンってなった記憶だけ。そう、跳ね返ったんだけど。どの距離で投げてそうなったかとか覚えてない。ただ、そのネットにバインって跳ねたんだけ覚えてる。ちょっと検証したいね。半年ぐらい投げ込んだら、マックスの出るじゃん。ちょっと行く遠投。ちゃんと鍛えてな。で、まぁ、1ヶ月かな。1ヶ月多分毎日投げ込んだら、戻るはずやから、うん。アドバイスとかもらいながら。アドバイスとかもらいながら、うん、マックス値をちょっと出そう。何日？まぁ、時期が時期ですんで。希望も込めて、4月1日とかにしても。そうやな。4月1日に投げれたら最高。嘘つけるな、でもその日。その日の嘘みたいないやん。じゃあまぁ、ちょっとそれやります。変な回やった。以上、以上です。何よじゃる。